こんにちは。今日の講義は書籍「熱中症から命を守る」です。この本は地球温暖化が進む中でますます重要となる熱中症の予防と対策について詳しく解説しています。著者の谷口秀樹氏はテレビやラジオで300回以上出演している医師であり、熱中症に関する正確で信頼性の高い情報を提供しています。地球が温暖化を超え、次のステージである沸騰化が到来したといわれる現在、熱中症は世界中の人々の生命を脅かす深刻な問題となっています。日本でも暑い季節になると連日熱中症に関する報道が行われ、私たちの身近な問題として認識されています。この書籍の主な目的は、熱中症から自分自身や周りの人々の命を守るために必要な知識と対策を提供することです。まず、熱中症は予防できる唯一の病気であることを強調しています。普段から正しい予防策を徹底し、万が一熱中症になってしまった場合には速やかに正しい対処を施すことが重要です。熱中症は病院に来る前に現場で行う治療効果も高いですが、誤った対処法をすると重い後遺症を残し、最悪の場合命を失うことにもなりかねません。本書では熱中症の基礎知識から始まり、効果的な予防策、そして緊急時の対処法までを詳述しています。例えば、年間を通じた予防策の重要性について述べられており、脱水症にならない体づくりや筋肉量を維持する生活習慣の重要性が強調されています。これにより日常生活で簡単に実行できる予防策が具体的に示されています。また、初期対応の重要性についても詳しく解説されています。熱中症の初期症状を見逃さず、早期に対処することが重症化を防ぐ鍵となります。例えば、スポーツ飲料の使用に関する注意点や救急車を呼ぶかどうかの判断基準など、具体的なアドバイスが提供されています。これにより緊急時に冷静かつ迅速に対応するための知識が身につきます。さらに、本書の特徴として、すべての情報が医学的科学的根拠に裏付けられている点が挙げられます。世の中には多くの熱中症関連の情報があふれていますが、それらの情報の中には誤ったものも少なくありません。本書ではそうした情報を整理し、正しい知識を提供することで、読者が安心して対策を講じることができるようになっています。著者の谷口秀樹氏は済生会横浜市東部病院患者支援センター長を務める医学博士であり、長年にわたり熱中症の研究と治療に携わってきました。その経験と知識をもとに、本書では実践的なアドバイスが豊富に盛り込まれています。例えば、熱中症の予防策として、適切な水分補給や涼しい環境の確保、適度な休息の重要性が強調されています。これにより読者は日常生活で簡単に実行できる予防策を学ぶことができます。また、未来に備えるための知識も提供されています。地球温暖化が進む中で、今後さらに重要となる熱中症対策について学ぶことで、将来に向けた準備を整えることができます。例えば、気候変動がもたらす影響やそれに対する適応策についても詳しく解説されています。熱中症に関する正しい知識と対策を学び、自分と家族、仲間を守るための必読書です。普段からの予防策を徹底し、万が一の際には迅速かつ適切に対処することで、熱中症から命を守ることができます。ぜひこの本を手に取り、熱中症対策について学んでください。また、この書籍は熱中症の予防と対策に関する科学的根拠をもとにした情報を提供するだけでなく、実際の生活にどのように取り入れるかについても具体的な指導を行っています。例えば、日常生活の中での水分補給のタイミングや量についての詳細なガイドラインが示されています。これにより読者は自分のライフスタイルに合わせた効果的な水分補給方法を見つけることができます。また、特に高齢者や子どもなど熱中症のリスクが高い人々に対する特別な配慮についても触れられています。彼らは体温調節機能が十分でないため、より慎重な対応が求められます。家族や介護者がどのようにサポートすべきか、具体的なアドバイスが提供されています。さらに、スポーツやアウトドア活動を楽しむ際の注意点についても詳しく述べられています。運動中にどのようにして体温を管理し、
熱中症のリスクを最小限に抑えるか、また万が一の際の応急処置についても具体的な手順が示されています。これによりアクティブなライフスタイルを維持しつつ安全に活動を楽しむための知識を得ることができます。また地域社会や職場での熱中症対策についても考察されています。例えば職場での熱中症予防策として適切な休憩時間の確保や作業環境の改善についての提案がなされています。地域社会においても住民が協力して熱中症対策を講じることでより安全な環境を作り出すことが可能です。具体的には地域の気温情報を共有したり涼しい場所を提供するなどの取り組みが考えられます。個人だけでなく家庭や地域社会全体で取り組むべき熱中症対策についても包括的にカバーしています。読者はこの本を通じて熱中症に対する理解を深め日常生活の中で実践的な対策を講じるための具体的な方法を学ぶことができます。これによりより安全で健康的な生活を送るための基盤を築くことができるでしょう。この書籍を手に取ることで読者は日常生活においてより健康的で安全な環境を作り出すための具体的な知識と方法を得ることができます。例えば正しい水分補給の方法や適切な休息の取り方を学ぶことで体調を崩すリスクを大幅に減らすことができます。さらに家族や友人、同僚と共有することで周囲の人々も同様に健康を守るための知識を持つことができコミュニティ全体での健康意識が向上します。また特に高齢者や子どもなど熱中症のリスクが高い人々に対して適切な対応を行うことで彼らの健康を守るだけでなく安心して日常生活を送ることができるようになります。これにより家庭内でのストレスや心配事が減りより穏やかな生活環境を築くことができます。さらにスポーツやアウトドア活動を楽しむ際にも適切な熱中症対策を講じることで安心して活動を続けることができます。これにより趣味や運動を通じて得られる楽しさや健康増進の効果が持続し生活の質が向上します。特に子どもたちが安全に外で遊ぶことができるようになることで彼らの成長や発達にも良い影響を与えるでしょう。職場や地域社会においても熱中症対策が徹底されることで働く環境や生活環境がより安全で快適なものになります。これにより労働生産性が向上し地域全体の健康意識が高まることでより健全な社会を築くことができます。具体的には職場での適切な休憩時間の確保や作業環境の改善、地域での気温情報の共有や涼しい場所の提供などが考えられます。熱中症から命を守るは個人の健康だけでなく家庭や地域社会全体の健康と安全を守るための貴重な情報源となります。読者はこの本を通じて熱中症に対する正しい知識と対策を身につけることでより安心で健康的な生活を送ることができるでしょう。熱中症について考えると私たちが直面している気候変動の影響がますます現実的になっていることを実感します。地球温暖化が進む中で気温の上昇は避けられない現象となり多くの地域で夏の暑さが人々の健康に深刻な影響を及ぼしています。熱中症は単なる暑さによる一時的な不快感ではなく命に関わる重大な健康問題です。特に高齢者や子ども、持病を持つ人々は体温調節機能が十分でないためより注意が必要です。私たちが日常生活でできることはまず自分の体の声に耳を傾けることです。暑いと感じたら無理をせず涼しい場所で休息をとることが大切です。また適切な水分補給を心がけることも重要です。水分を取るタイミングや量を意識することで脱水症状を防ぐことができます。特にスポーツや屋外活動を行う際には事前に十分な水分を摂取し活動中もこまめに水分を補給することが推奨されます。さらに私たちが住んでいる地域やコミュニティ全体での取り組みも重要です。地域の気象情報を積極的に共有し暑さが厳しい日には涼しい場所を提供するなど地域全体での協力が求められます。学校や職場でも熱中症対策を徹底することで子どもたちや働く人々が安全に過ごせる環境を整えることができます。また
私たち自身ができることとして、日常の生活習慣を見直すことも考えられます。例えば、適度な運動を取り入れて体力を維持することや、バランスの取れた食事を心がけることで、体調を整え、暑さに強い体を作ることができます。これらの取り組みは、単に熱中症を予防するだけでなく、全体的な健康維持にもつながります。このように、熱中症への対策は個人の努力だけでなく、社会全体での協力が必要です。私たち一人一人が知識を持ち、行動することで、より安全で健康的な生活を実現することができます。気候変動が進む中で、私たちがどのように適応し、対応していくかが問われているのです。そして最後に読書で美容と健康の勉強も大事ですが、美容と健康には単に知識を得るだけではなく、実際に行動し、それを自分に合った方法で継続することが必要です。人それぞれが抱える目標やニーズは異なるため、それに合わせた専門的なサポートが欠かせません。読書を通じて得られる知識はもちろん役立ちますが、それだけでは十分でないことが多いです。特に美容や健康管理においては、効果的な結果を得るためには個別の指導やモチベーションの維持が重要な役割を果たします。例えば、ダイエットに取り組む際、正しい食事や運動の知識を持っていても、自分一人で実行するのは難しいことが少なくありません。実際に効果を上げるには、どのタイミングで、どの程度の運動を行うべきか、どんな食事が自分に適しているのかを見極め、それを日常生活の中でどう取り入れていくかを理解する必要があります。また、目標に向かって進む過程では、モチベーションの低下や不安感が生じることもあり、それを乗り越えるためには、専門家のサポートが不可欠です。そこで、ライザップというプライベートジムをおすすめします。ライザップは、あなたの目標に合わせた専門的なプログラムを提供し、効率的かつ効果的な結果を得るために必要なすべてをサポートしてくれます。ここでは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが行われており、あなたの体力やライフスタイルに合わせたオーダーメイドのプログラムが提供されます。この個別対応こそが、ライザップの大きな強みです。さらに、ライザップでは単にトレーニングを行うだけでなく、食生活やメンタルのマネージメントも徹底しています。栄養バランスを考慮した食事指導を受けながら、無理なく続けられる食生活を実践することができ、精神的なサポートも行われるため、心身ともに健やかな状態で取り組むことができます。これにより、ただ痩せるだけでなく、健康的でリバウンドしにくい体を手に入れることが可能です。ライザップのもう一つの大きな魅力は、30日間無条件全額返金保証がついている点です。これは、自信を持って提供されるサービスだからこそ可能なものであり、もし期待する結果が得られなかった場合でも、全額返金されるので、リスクを感じることなく始めることができます。また、1日50分、週に2回という無理のないトレーニングスケジュールが提供されており、忙しい日々の中でも取り組みやすい環境が整えられています。さらに、ライザップは完全個室のプライベートな空間を提供しているため、他の人の目を気にすることなく、自分だけの時間を大切にしながら集中してトレーニングに励むことができます。このような環境が整っていることで、トレーニングの効果がより高まり、短期間での目標達成が可能になります。また、無料カウンセリングを通じて、自分に最適なプログラムを見つけることができるため、初めての方でも安心してスタートすることができます。ライザップのプログラムは、単にダイエットだけでなく、健康管理全般に特化しており、あなたの生活の質を向上させるためのトータルサポートが提供されます。トレーニングだけでなく、心と体の健康を総合的にケアすることで、より充実した人生を送るための基盤を築くことができます。ライザップは、テレビ CM でも話題になった、結果にコミットする、というフレーズで多くの人に知られていますが、その裏には徹底した個別サポートと確かなプログラムがあります。これにより、短期間で確実な結果を求める方々に非常に高い評価を得ています。健康的に痩せるだけでなく、日常生活の中での健康管理にも重点を置いたプログラムが用意されているため、ライザップはただのジムではなく、あなたの健康パートナーとしての役割を果たしてくれるでしょう。ライザップの特徴をすべて網羅したこのサービスは、
あなたが理想とする体を手に入れるための最適な選択肢となります。モチベーションが低下しても専属トレーナーのサポートがあることで途中で挫折することなく最終的な目標を達成することができます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。